よ。そしたらオープニング何種類か撮った方がいいような。シャモコーチンの一歳。いただきます。はい。結局昨日締めたのは4話。開拓暮らしサンタのところ、伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。本日11月6日、早いね、月曜日、あいにくの雨です。これからね、一雨ごとに、冬に、今週はもうあれだね、初雪の予報が出てきたんでね、やべえ、タイヤ交換しないとって焦ってんだけど、気持ちばっかりね。最近は朝起きたらこの辺にすごい立派なオスジカが、来てる、来てましたよ。なかなかね、望遠レンズ欲しいなって思っちゃうくらい、こうカメラで撮ろうとすると、ちっちゃくしか映らないんでね、残念だなって思うんですけど。あそこが腐れてきたのか。なんでちょっと久々に森の中入ってみようかな。鹿の形跡があるかな。森の中もね、紅葉して落ち葉が、下を覆い始めております。ようやくね、ニンニク植え終わりました。ひとまず一段落って感じで、なので、まあ経営者をやらないとね、特になんか鹿の痕跡とか見つけられなさそうだな。まあまあいいことにしようか、鹿の痕跡は。森の手入れ、今年はちょっといつもよりできてないな。まあ本来ならこれからっていう時なんですけど、まあこれからはちょっと、まあ雪が降るまでに傾斜がね、いいとこまで行きたいなと思ってんで。まあだけどもう日も短くなってきてさ、で今子供たち3人送り迎えしてんだよね、俺が。でだいたい今4時目安だとさ、3時ぐらいからさ、ちょっともう終わり準備しちゃってさ、午前中は鳥の仕事でしょ。なんでね、なかなか時間がない。まあみんな忙しいね。俺も忙しいわ。まあだけどなんとか今度かね、やっていかないとね、進まないんで、どうにかこうにか隙間でちょっとずつでも進んでいきたいと思っております。ここが今シーズンのニンニクのメインかな。だいたいニンニクで、まああっちにもこっちにもニンニクはちょいちょい噂ってますが、トータルで2000いかないかな、1800くらい、ざっくりと。それから今週はあれだね、あの木原さんがユンボを持って行ったので、ここにはユンボがなくなって、まあ昨日ね、できたらやろうと思って途中までタイヤ運んで、軽トラがなんかね、いきなりバッテリー上がっちゃって、
やばいな、あのバッテリージャンプしたりしたんですけど、ここら辺もちょっとね、こう水が流れ込んじゃってるから、あー大根濡れちゃった。大根、昨日大根も収穫してましたよ。うひー、水が入り込んで、ここやっぱ水を切って、ここも水を切って、ちょっと水が入らないような場所作りをしたいなと。で、大根、ここ植えてたの大根。白菜は、白菜小さいな、まだまだめっちゃ小さい。これは今シーズンダメだね。これも後でニワトリにあげて、抜いたところに菜の花でも。で、こっちがもううんともすんとも進まない傾斜。今週はあれですよ、ラコニー、あのココラコライフのラコニーと一緒にね、鳥さばくってことをやりました。で、一番今シーズンね、あの自家孵卵した4ヶ月のニワトリ、オスを1羽食べてみました。4ヶ月だとやっぱり肉量が足りないな。でもオスなんである程度硬いかなと思ってたけど、4ヶ月なら結構柔らかかったんで、この柔らかさが、5ヶ月6ヶ月経ってどうなのかっていうのが、今後ちょっと検証していくポイントだなと思っております。ここもね、ここに水が溜まっちゃうんだ。こう勾配つけてあっちに流すみたいなことやりたいんだけど、じっくりとした仕事ができない。はい、ちょっとずつ大根の葉っぱをニワトリにあげてます。それから、あ、ここら辺にあった薪をこっちに、移動しました。さあ、うちの三男坊がね、ぶつくさ言いながらやってくれました。大根干してます。秋の風景だね。それでタイヤ交換、今日できたらと思ったけど、ちょっとこの天気で、さっきはもっとなんかジャンジャンぶりだったけど、だいぶ落ち着いたけど、もうそろそろもう子供迎えに行かなきゃいけないから、で晩飯作りでしょ、って感じ。あとはまあ、カラマツもね、他の広葉樹に比べて一足遅れて、黄色く茶色くなって、ここら辺に、散ってきましたね。なかなかね、こう機械系に悪さするんだけど、カラマツの葉っぱって、まあだけど、風物詩というかね、そんな感じですね。アイコン取った、取り締めた、薪を移動して、そんな11月の1週のサンタのところ、もうすぐね、長男の大学の面接が今週あって、矢継ぎ早に結果発表ってなるのかな。あとは三男の学芸会はもうちょい先か、来週、再来週くらい、ってな感じで、子育てっていうかね、なんていうのかな、まあ家族も秋らしい、時間を過ごしてるかなという感じですね。次男はあれだね、アルバイトの面接に行ったけど、それの結果ももうそろそろ出んじゃないかな。それぞれこう次の季節に、向かって、いろいろやっております。あとはまあなんでね、とにかくニワトリ小屋、新しいニワトリ小屋を、やっていくっていうのが今後最優先課題、に、なっていきますので、頑張っていきます。えいえい、おー。